した雑談多めの動画を撮っていきたいと思います。ご覧の通り今すっぴんなんだけれど、今から普段動画でご覧になられる私がどんな風に作られているのかを、ご提供します。ではまず最初に始めるのがこちらのイニカオーガニックの、下地ですね。次にこちらのまた違う下地を塗っていきます。ね、これ見てわかる？ここにあの傷跡があるんだけど、これツイッターでもね言ったんだけど、この前川に行った時にパン食べてたらトンビが突然飛んできて、パン取られちゃったね。でその時にこうくちばしかなんかでグワってやられた時に傷跡がついちゃって、私トンビとか初めて見たから、実際にこうあんな風にご飯取るんだって知らなくって、すごい衝撃的だったんだけど、でも私もすごいお腹空いてたから、普通にその後もう一個違うパンをバッグの中から取り出して食べ始めたんだけど、そしたらなんか食べようって思ってこうあって口開けた瞬間にまた同じトンビが飛んできて、でもう普通にブワーって取られちゃったんだけど、そこまでね、さすがに一回取ったらなんか食べに、その取ったパンを食べにさ、こう数分間ぐらいは落ち着いて、何私のことをほっといてくれるかなって思ってた私が悪いんだけど、でもそこまでしてパンを食べたい私もなんかこう食の執着というか、トンビに負けない何かがあるのかなって思ったんだけど、まあでもこれから普通におとなしく
では食べ物を食べないようにします。コンシーラーをこれは使わないんだよね今ね、こちらを次に使います。コパドーンシークレットチェンジ UV ミスティークリーン日焼け止めジェルです。これは何ですか？したんですけれど、こちらの日焼け止めがすごくおすすめなので普段はこれ使ってます。よし、これも伸ばしていくよ。下地とか塗らないんだけど、今日はちょっと動画でカッコつけたいのでいろいろ塗ってみます。これもねよく使います。トーンアップっていうか、なんかついてる紫色だから結構お肌の色からコントロールしてくれるのでおすすめです。下地はこれくらい。皆さんご存知なのかな、どうなんだろう。動画で何回か言ってきたんだけど、最近インスタグラムとかで、京都とか大阪での写真を投稿するようになって、DM とかで京都来てるんですかとか、大阪いらっしゃったんですかっていうコメントをねいただくんだけれど、2月まで京都に住んでるので、見かけたら挨拶してください。留学で今京都にいます。何回か視聴者さんかなっていうのはあったんだけど、
後ろ向いて、なんかあの人ケイちゃんのこと指さしてたよとか言ってて、でなんかナナだけなんか指さして友達になんか言ってたよって言ってて、なんかもしかしたら視聴者さんなのかなっていうのがあります。ぜひ見かけた時は普通に話しかけてね。化粧が取れないようにクローターファンデのファンデじゃなくてコンシーラーの前のにやった方がいいんだけど、ちょっと忘れました。ここら辺とちょっとここら辺になります。パッ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 、一緒にオタク話できるの嬉しい。
目の下にも。こんな感じで、まず最初にベーシックなベージュなトーンを塗ります。で、次に私が使うのが好きなのがこのピンク色を、これを目のここの上ラインにこうちょこ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 、こんな感じでちょちょちょっと塗っちゃいます。このピンクが可愛いよね。で、ここの目の下にもちょっとだけ塗っちゃいます。茶色い部分をこういう感じの細めのブラシで取って、アイラインっぽい感じでちょっとここら辺を暗く塗ります。見えるかな、ちょっとだけ線描いたの。見えますか？こんな感じで軽く茶色い線を塗りました。で、次にこのキラキラの部分、これを目の上にちょんちょんちょん塗ります。ちょっと指でこう上触ってなじませてあげて、次はアイライナー。アイライナーは、私のメイクには必須です。強く引きます。こんな感じでちょびっとだけちょこちょこっと先っぽを塗ります。こんな感じ。反対側はこんな感じ。ちょっとこうやって。いい感じかな。次はカシャ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 。まつげを上げていくよ。ちょっと汚いけど、そういうところは気にしません。3段階に分けてグッと上げていきます。1、2で、真ん中らへんを1、2で、上のところを1、2上
の差は違うよね。次はシェーディングなんだけれど、私はすごいめっちゃ入念にやります。こちらもイニカオーガニックのシェーディングです。めっちゃ汚いね。ここをこうやって二重が顎を作った状態で、その顎の部分、二重になった部分に全部あの真っ黒に塗ります。できました。で、ここの鼻の横の分、私は鼻がちょっと大きめなので、こんな感じでちょっとだけ塗ります。こう、こっち側から上に行くようにつけて塗ります。私はここ
んな感じかな。で、次は涙袋を、マックのヨレヨレの、タペグリップブラウス、アイブラウ用のやつ。秒で目が大きく見えるので好きです。で、このキラキラな部分を目の下の涙袋の位置に乗せます。いいね。大好きな花にしこの、アイライターをちょびっとだけ塗ります。これ本当にね、めっちゃキラキラになります。これはナンバーワンですね。この上にも塗ってあげると顔の立体感が増します。あとここ眉毛の下、眉毛は基本前髪で隠れてるから特に何もしないです。めんどくさいから若干ちょっとこうブラシしてあげるって感じかな。最近清水寺に行った時にお土産屋さんでこの京都お土産の、舞妓夢紅っていうのかな、レッドがあってめっちゃ可愛かったんで買ったんだけど、これはチークと、ドリップが両方になるやつ。
ソを塗ってお化粧は終わりです。最後に同じく京都で買った練り香水、なん桜の匂いがするのをちょっと塗ります。これね、すっごいいい匂いなので、匂いがなんかあんまり強くないから、こうめっちゃ化粧塗りました感がなくておすすめなんだけど、もし京都でこちらのお土産を見かけたら、けいちゃんってどんな匂いするんだろうと思った時に嗅いでみてください。きしょ、キモいね。あれやってみよう、チキシキ坊主。これだけ、こういう感じでね、チキシキ。チキチキ。メイクつけると性格が変わる女です。お化粧の参考に少しでもなれたら嬉しいです。ぜひコメントで雑談一緒にしてね。